悪女、フリートは、ルネサンス後期の風景画家、ピーテル・ブリューゲルによって1561年に制作された、油彩画。日本では、教女フリート、吉イ・グレーテとも呼ばれるが、ベルギーの民族学者、ヤング・ラウルズによると、ダルはそうした意味ではなく、激怒した、立腹したという意味だとしている。さらに16世紀では、意地の悪い女、ガミガミ怒る女への別仕事として、 ダルグリートが使われていたことが分かっている。現在でもオランダ南部では悪女の代名詞となっているとされる。もともとフリートというのはキリシア神話に登場する復讐の女神であり正義の味方とされている。マルガレータの愛称で呼ばれることもある。地獄のように一面下の海と言えるような画面に魚、引き返る、虫、スッポンイモリ、鳥、ザリガニ、 雲などに似た遺体の知れない怪物がところせましと描かれている。中央やや左寄りに大きく描かれているのが悪女フリートで彼女は鉄のヘルメットをかぶり、甲冑を身につけ、料理道具や家事道具、宝石箱などを手に持ち、剣を振るいながら盲信し,している。彼女の行き先には大きな口を開けた人間のような顔があるが、これは地獄の入り口を示唆している。 フリー,イートの後ろにも多くの女性が描かれ、怪物に襲いかかり、身ぐるみを這いでいる。本作の制作の経緯や内容の意味するところなどについて、正確にはわかっていないが、ブルーゲルは他に、ネーデルラントのことわざという絵を描いており、本作もフランドル地方に伝わる悪女フリートにまつわることわざをモチーフに描かれている。例えば、彼女は地獄の前で略奪し、 無傷で戻ってくる、地獄に行くなら、剣を持って行け、クッションの上で悪魔を縛る、地獄から戦利品を持ち帰ろうとする者は、悪女を連れてくるのが良い、女は、一人でも騒々しく、二人で多くのトラブルを、三人、寄れば、大祭り、四人で、喧嘩、五人揃えば、軍隊、六人いれば、悪魔も戦う武器を知らないなどである。また、描かれた怪物たちは、 男性の具現であり、悪女フリートと女性たちは、当時の男性優位社会での女性に向けられた抑圧や、別詞に対する反抗を図像化したものである、とする見方もある。作品の構図や、怪物の描き方など、ヒエロニムスボスの、快楽の園の影響を受けている。ベルトルトブレヒトの儀曲、キモッタマオ母とその子供たちに登場するアンナは、戦場の中を、商売家業をして、 国々を渡り歩くという戦時下を生き抜くたくましい女性として描かれているために、しばしば本作を引き合いに出して語られる。またブレヒトは、自身の戯曲、コーさサスの白木の輪に登場するグルシェについて、グルシェはブルーゲルの描いた悪女フリートのようなところがあると言っている。ヨーロッパでは大砲が製造されるとそれに女性の名前が付けられた。16世紀初頭に、 ヘントに据えられた大砲に悪女フリートの名前が与えられ、北アイルランドのロンドンデリーやエジンバラの大砲は、吉街メグと名付けられた。ありがとうございます。